やばいよ、最近もう寝れなくてさ、睡眠障害出まくってて、今日も寝坊しちゃったよ。お、レイト君からギリチョコプレゼントありがとうございます。新アイテムかな、ギリチョコプレゼントありがとう。はい、こんにちは。ラリ君いらっしゃい、楽しんでて。ギリチョコありがとう。へえ、面白いね。ギリチョコ4個、バーガー2個で120円、トモチョコ1個、ハート4個で480円、本命チョコ1個、パフェ1個で3000円。すごいね、これ。はあ、またいいよね、このふわっちはアイテムたくさん毎回イベントで作って。赤いパンツ？赤いパンツって何？赤いパンツ、ああ、社会の窓開いてた。全開だったわ。ごめんごめん。社会の窓全開だった。危ねえ。よかったわ。あ、ありがとう。ごめん。マジで狙ってやってるわけじゃないわ。素で恥ずかしいやつだわ。すまんすまん。体調無理しないでくださいね。そうだね。でも、寝れるようになりたいね。ちゃんと睡眠管理できるように。もうずっとそう状態で冴えてて、もう眠たいのに寝れない。飯食っても風呂入っても運動しても何やっても寝れないんだよ。パンツ恥ずかしいね。普通になんかパンツ見られたのが恥ずかしいとかじゃなくて、社会人として恥ずかしいよね。ちょっとね、大人としてないでしょうっていう、そういう恥ずかしさだね。残念です。いやー、重大発表ですよ。重大発表。まあ、人が集まったからやろう。普通に雑談やってましょう。見てしまった、すいません。汚いもの。杉脇さん、こんばんは。あれだね。ドレ深夜食堂さんって知ってます？皆さん。ドレ深夜食堂。今日の朝方ぐらいに、ドレさん見たの何回目ぐらいかな？ドレさんね、見たのね、4回目ぐらいだったんだけど、ドレさん面白いね。ドレさん今後伸びそうな気がする。みんなどう思う？俺ね、結構ね、ドレさんね、すごいいいなと思って、ちょっとフォローしようか迷ってますね。ドレさんはもう一回見てみて判断しようと思ってるんだけど、ドレ深夜食堂さん、ちょっとね、昨日、あ、面白いなと思って。おい、マジルダワドツ、大使補給こんばんは。あいあい、ワドツ。ドレ深夜食堂さんね、結構面白いなと思って。昨日がでも当たり枠だったね、俺の中で。昨日のドレさんは面白かった。熱い人だね。ブスカいらっしゃい、ワドツ。もうちょっとね、2、3、もう2、3回やってるところ見てみて、ちょっと追っかけようかどうか迷ってるね。あ、そうなんだ。それは知らない。あんまりその辺詳しくない。ドレさんはコメ欄でよくお見かけします。え、マチルダって放送やるの？ああ、まあ、あ、ふわっちの他の放送を見てて、で、コメント欄にいるってことか。多分そういう意味だと思うんだけど。ドレさん、リスナーさんらしくて、なんか最近生の話始めた人なのかな。俺もね、ドレさん、ドレさん、ドレさん、初期の頃よくコメント打ってくれてたし、最近ね、モグリンらしいんだけど、面白かったね。結構安定感ありますよ。ちょっとループが多いかなっていう感じがするけど。ハルさん、友チョコプレゼントありがとう。うんちくんいらっしゃい。アフリカやってたんだ。どれはリスナー歴長い。あ、そうなんだ。踊る便所太郎さんいらっしゃい。あ、間違えた。いらっしゃいでエコーかけちゃった。まあ、いっか。大物にはエコーかけようか。大物にはエコーかけよう。とりあえず万人コミュいるから、エコーサービスです。あれだね、やっぱ、便所さんは、重大発表っていうワード大好きだから、重大発表っていうのに釣られてきたんだろうね、多分ね。とりあえずもう、アンテナの張り方尋常じゃないからね。ご意見番のポジション取ろうとしてるでしょ、最近。便所さん。何楽しようとしてんの？まあ楽しようとは思ってないけど、バンジーとかね、マカオでバンジーとか、
いろいろ体張ってるし、スカイダイビングもやってるし、体張ってると思うけど、なんかご意見番のポジションは、なあね、俺ね、便所さんのご意見番のポジションで、俺結構ね、微妙だと思うんだよね。サービスアザーズ。監視業だよね。知ってる？俺、便所さんさ、マルチモニターなんだよ。でっかいモニター4つぐらいあって、多分ね、テーブルに2発、横、上に1発つけて、もう1個あんのかな？多分ね、4モニターでやってんだけど、すごいんだよ。1つのね、でっかい画面にね、4つブラウザ立ち上げてね、だからね、情報収集量が半端じゃないんだよね。配信見るのも好きなのよ。もともとだってリスナーさんでしょ？リスナー、なんだっけ？のんちゃんが見てた、なんだっけ？仕事頑張るさんだっけ？仕事するさんか。仕事するさんっていう人をなんか追っかけてて、俺の彼女が。で、そこのなんかヘビーリスナーだったって、なんか話してたね。リスナー歴がもともと長いんだよね。で、なんかそのアドバイスもらって、配信者やった方が絶対売れるよって言われたらしくて。配信者ってね、リスナーさん見てても面白い人見つける能力高いから、あ、この人売れるっていうのはわかるよ。だから目に留まったんだろうね。でもさ、俺便所さんと話したいのがさ、便所さんっていうか、まあ便所さんとも話したいし、いろんな人に話したいんだけど、ある程度まで行ったところ、配信者はどこがやめ時なのかっていうのをね、ちょっとね、話してみたいんだよね。海老蔵さんはね、結構やめるやめるって言ってたけど、仕事するカリスマ、この2人のり、あ、そうなんだ、カリスマさんか。俺、過疎の頃よくカリスマさん遊びに来てもらったりとか、カリスマさんのところ行ったりしてたな。俺、もともとその鈴木大二郎っていう、あ、鈴木大二郎だよ、コーラシュワシュワっていう配信者がいたんだけど、その配信者と一緒にバーやってたから、で、カリスマさんの、なんかよく会って可愛がっててもらったらしくて、そのコーラシュワシュワっていうニコ生の生主が。それでかり、なんだっけ、カリスマさんの放送とかよく見てたけど。あ、でもわかる気がするな。カリスマさんにかなり近い気がするな、便所さん。わかる気がする。結構配信者とリスナーって似るからね。はい、そろそろ便所さんいじりやめます。そう、これね、これね、なんでやめるかっていうと、癖になるの。見てる方もやりづらいし、これね、よくあるあるなんだよ。配信者がある程度一定数の顔見知りの配信者がいたら、ちょっといじりたくなるんだよ。だけどね、やめ時がわかんなくなってね、30分1時間とかずーっといじり倒すようになって、なんか見てる方も、便所太郎さんもずっとコメント打たなきゃみたいな空気になって、お互いなんかね、なんか気まずい空気なんだよ。俺もね、よく、俺本垢でコメントするんだけど、このアカウントで。よくね、あ、和道さんいらっしゃいとか、俺必ず言われるのが、まず、和光とか初見って打つと、え、本物？って言われるの。なんだ本物って、必ず言われるの。本物って。なんだ本物って、って。で、なんか、あ、本物だって言われて、そっから話始まるんだけど、なんかそうなってくると、いじりが始まるから、和道のどの配信見たとか、和道はどういう配信者でみたいなの言われるから、なかなかね、抜けるタイミングとかが分かんなくなってね、30分いじられたりすると結構辛いもんある。新しいフォロワーさん紹介します。ニャミリさん、フォローありがとう。最近偽物いるんだ。もうさ、偽物ってなんだよって話だよね。何なんだよって、何がしたいんだよっていう。あれでしょ？なんかニコ生がもう見るのなくなったし、パソコンでアカウント作れるようになったから、今ニコ生勢がフワッチにかなり流れてきてんのよ。2月入ってから。だからね、あ、フワッチ面白いじゃんってなってね、いたずらしてるんだと思うけど、相手にされないよ、フワッチだったら。ニコ生と、あ、ニコ生リスナーと相性悪すぎ。はい、73名さんいらっしゃい。楽しんでってください。なんか今日のご飯はね、なんだっけ、野菜を揚げたもの？何？野菜を揚げたの？え、何？素揚げ？おー、衣？おー。それ揚げ餃子じゃないの？肉なし揚げ餃子。肉も入ってる。餃子じゃねえかよ、それ。違うの？まあいいや、楽しみだ。マジでニコ生つまらん。見てる配信者ほとんどいなくなった。俺もね、ちょっとね、暗黒見なくなったのは結構深刻だなと思ってて、みどりさん見なくなったんだよね。多分今見ても面白いと思うんだけど、やっぱりさ、追っかけてる配信者3人ぐらいいないと、っていうのも、お気に入りの配信者が終わった瞬間すぐやっぱブラウザを変えたいじゃん。チャンネルのザッピングと一緒でさ、他の配信者見るときにお気に入りがやってないと見る、他のサイトに飛んじゃうんだよね。
例えばその和道をずっと見てる人だったら、和道の配信が終わった瞬間に、そのなんだろう、金梅さん、便所さん、鮫島さんとかさ、関信吾とか移動できるじゃん。楽なんだよね。でもね、ふわっちは今粒揃ってきてるから、多分ザッピングしやすいんじゃないかなと思ってる。暗黒見なくなったらちょっと深刻だよね。だから暗黒はさ、ほら野田ゾーリとかよっさんとかでしょ、多分あの辺を回ると思うんだよ。まあでも俺よっさんはふわっち来ると思ってるからな、絶対参入してくると思う。手料理愛だな。手料理美味しくなってきたんだよね最近。ほんとうまい、のんたんの手料理。和道、便所さん、新八丁という流れ。でも時間帯かぶってないかな。俺、便所さんとかぶらないように結構してて。便所さんとはかぶらない。便所さんって早い時間帯とね、深夜の時間帯の2つで、夕方だいたい情報収集してんだよ、昼間とか。昼間っていうか夕方だね。そう、やっぱね、ゴールデンタイムとそのゴールデンじゃない思いっきり早朝枠の2つを仕掛けてくるイメージがあって、結構ね、計算しながらやってるんだなと思うよ。俺ほら今仕事やってるからさ、美味しい時間帯できないから、本当はね、俺深夜枠、大手が終わった一番暑いさ、2時のピークタイムが終わって3時くらいとか、2時から始めて朝5時くらいまでやりたいなっていうのが俺の考えなんだけど、その時間帯起きてるとね、仕事できないからね。でも一番いいのはやっぱ夜8時ぐらいから10時ぐらいからとかで大手につないでバトンタッチして、で大手が回して、でまあ朝方とか昼間とか見る人がない層って別の層だから、その2つの層を取りに行くっていうのは大手の考え方っていうか、まあ人増えるよなと思って、賢いよね。てか便所さんアクティブだから夜の放送じゃないんだよね。夜は家で雑談で、また便所いじりかよってなる。結局便所いじりじゃねえかよっていう 結局そうなっちゃうんだけど、まあそれはね、便所さんの影響力だからあれだろうけど。さて、じゃあ、前説もそこそこに、重大発表していいですか？重大発表してもいいでしょうか？重大発表をしても。まあ、大したことじゃないんですけど、僕のことなんで相変わらず。重大発表よろしいでしょうか？お疲れー、一応。いらっしゃい。楽しんでていい。重大発表よろしくで。よいしょ。OK。人もそこそこに集まってきたんだね。お願いします。多分また夜ずっと聞かれる羽目になると思うけど、私、和道隆光、配信歴、配信歴はね、7月だから、7、8、9、10、11、12、1、2だから8ヶ月だから、3年と8ヶ月、山主歴、生活保護歴、4年間でした。1月、いや、噛んじゃったよ。1月の1日で生活保護抜けさせていただきました。決定しました。お世話になりました。はい、一発です。大事なところで噛んじゃう。これが持ってないのもしたよ。ありがとうございます、のんたん。本命チョコレートありがとう。ありがとうございます。本当に、紆余曲折ありましたが、やっとです。頑張りました。皆さんのおかげです。応援ありがとう、本当に。本当にありがとう。いやー、感慨深いですね。ありがとうございます。頑張ります。ようやく、最底辺から底辺になりました。ということで、僕は、もう、すごいね、いろんなことがあって、まあ、生活保護、1月1日でしょうね。1月1日に、生活保護抜けました。また一つね、ネタが少なくなってしまったのは、アンチリスナーさん、2チャンネルに今速報が流れてるんでしょうね。パクボーさん、フォローありがとう。結婚して幸せだね。結婚はだからさ、それ、のんたんに振ってよ。のんたんがツイッターでばらまいたことなんだからさ、おめでとうございます。ありがとうございます。
ネタにするときはもっと俺はね、違うんだよ。もっと面白いネタにしたくて、ノンタンとウェディングドレス着て、タキシード着て、いきなり配信始めたらめっちゃ面白いなと思ってたから、ノンタンがね、結構先走ったのはね、俺的にはね、結構こってりしたネタ作りたかったのに、やられたと思ったの。結婚したよ。ニャミリさん、ギリチョコありがとうございます。風船ありがとう、ゴルゴ。人は落ちても這い上がれるんだな。それを証明したかったんですよ。それを証明したかったんですよ。人はいつでも変われるっていうのをね。いや、でもこっからほんとシビアだよ。ほんとシビアだよ、ほんとに。その代わり、がっつり応援しやすくなったと思うよ。役所にお金取られるから支援したくないって言ってた人もいるし、生ポ抜けたらフォローするとか、生ポ抜けたら応援するって言ってた人もいっぱいいたじゃん。こっから本当の評価が始まると思うよ。天音くん、風船ありがとう。ブースかバーガーありがとう。ワト2出遅れた。なんだろうこれ。これなんだ？ギリチョコ？これ何アイテム？何アイテムだろう。今川さん、いらっしゃい。これ何アイテムだろう。美咲ちゃん、なんかありがとう。これアイテムが表示されなかった。なんだ？このアイテムだけなんか変じゃね？これ何？これなんだ？あ、友チョコありがとうございます。友チョコありがとう。おひな様？おひな様ってなんだろう。そうでしょう。やっぱ生主だから俺はこってこての。ネタにするんなら半端にやりたくないんだよね。おー、リロブキシさん、花火ありがとうございます。初花火かな。リロブキシさん、ありがとうございます。花火ありがとう。マキルさん、パフェありがとう。ありがとうございます。ハッチありがとう。いつもありがとう、ハッチ。ハッチさんから本命チョコいただきました。あざっす、ありがとう。もう発表終わった？終わったよ。ああ、じゃあもう一回やる？そうなんだよね。配信の辛いところって同じことを何回も何回も聞かれるっていうこのループ。もう早く聞けば聞くほど損するからね。ああ、じゃあもう動画で見てもらおうよ。続きは YouTube で見てください。はい、発表。もう発表したんで。なんかね、同じ話ループダラダラするのって俺生の人結構悪いところだなと思うんで。いっか。もう一回発表しますか。生活保護抜けました。はい、本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。のんたんの、のんたんからハートプレゼントありがとう。でもね、ほんと人生の転換期で、配信でね、飯食えるようになったのもここ最近でしょ？で、4年前の、執行猶予が終わったのも、12月だし、生活保護抜けたのも1月1日なわけですよ。なんか感慨深いですね。あ、今川さん、ありがとうございます。あ、トランプありがとう。ハッチ、花火じゃねえ。ハッチ、本命チョコありがとう。ありがとうございます。ありがとう、超嬉しいわ。いや、でもね、ほんとね、辛かったよ。やっぱり、自分が生活保護になるっていう考え方もなかったし、生活保護っていう概念をよく分かってなかったから、面倒持ちじゃないよ、今。そう。だから、いろんなもんがね、過去20代も頑張ってきたけど、20代後半ってもうボロボロだったから、俺。一個の間違いでこんなに人生って変わるのかっていうぐらいボロボロになったけど、配信で変わったね、ほんと。全部が配信で変わった。彼女もできて、飯も食えるようになって、ね、執行猶予も終わって、生活保護も抜けました。綺麗に4年間、綺麗に4年間でいろんなものを整理して、こっからだね、本当の勝負は。だから、旅配信に向けて、順調にです。あとは、今日決まったんで、生活保護抜けるっていうことが、あとは、書類上の手続きとかを踏まえて、もう決定は決定らしいんで、去年悪いことは全部終わって、家族も増えて新しいスタートですね。本当だね、本当だね。でもね、これさ、みんな覚えてる？みんな覚えてる？32歳で生まれ変わる話って、ニコ生の古いリスナーなら何度も聞いたと思うんだけど、俺子供の頃ね、32歳で自分が死ぬっていう話、32歳で自分が死ぬと思ってた話って結構話したことあるよね。覚えてる人手挙げて、初めて聞く人手下げ、その話聞いたことある人手挙げで、初めて聞く人手下げで、どれくらいなんだろう。アンケート機能欲しいよね。
旅はどこ出発ですか？僕の家から出発ですね。ここです。ここはスタート。ノンタン知ってるか？ノンタン古いもんね。若も知ってるか？ハッチも知ってるね。うん、俺ね、子供の頃からなんか死ぬのが怖かったのが、漠然と32歳で自分が死ぬっていう感覚があったの。その直感みたいな。そのオカルトだから今では信じてないんだけど、その当時は本気で死ぬと思ってて、32歳で俺は死ぬんだっていうのが怖くて怖くてしょうがなかったので、それ確信があったのよ当時で。まあそれがだんだん薄れていって、ああまあそんな時期もあったのかなっていう。初期のビジョン OK、 ありがとう今川さん、振りを。で、で次第になくなってくじゃん、そういうのって。でこの話をね、お世話になってる大先輩の社長にしたらね、和道さんって、死ぬっていうのにもいろいろあるんですよって。だからもしかしたらその命がなくなるっていう死ぬかもしれないけど、そのね、死ぬっていろいろありますからって。だからもしかしたらいいことかもしれませんよって言ってくれたの、うん、でまだ31なんだけど、その32に向けていろんなものが、その環境が変わっていってるわけですよ。いろんな環境が自分の中で。だから本当にね、運命ってあるんじゃないかなっていう、うん、32で何かが始まる予感がしますね、僕は。はい。何が言いたいかっていうと、5月21日、花火、たくさん待ってます。よろしく。ということです。はい、バドツー、トッポさんいらっしゃい。で、まあ、今川杉作さん。まあ、この人ね、YouTuber で。今川さん今何人ぐらいいんだろう。もしよかったら YouTube の URL 貼ってください。今川さんね、YouTube で結構人数集めてて、俺が知ってる時はもう、どれくらいいたっけ？結構ね、サブカル界隈でね、人気の YouTuber なんですよ。ちょっとこってりした YouTuber だけど。うん。そうそう、誕生日に向けてキャンペーン貼ってるだけなんで。うん。これからのビジョンっていうのは、まあ、ブレてないっすね、本当に。配信で新しいビジョンっていうのは、もう億稼ぐっていうこと。配信で億万長者になりたいっていう風に思ってますね。配信を極めるっていう。YouTube ありがとう。で、まあ、前から言ってるのは3本の柱を立てて、俺150個やりたいことリストっていうのをずっと書いてたんだけど、まあ、いろいろ入れ替えたりとか整理したりとかやってるけど、3つの柱みんなに言ってるのは、10万人の仲間と出会う。10万人の、まあ、簡単に言うとはフォロワーさんって言ったらいいのかな。Twitter でも Facebook でも何でもいいから、10万人と出会って、同じ志を持ってる人と10万人出会うと。10万人仲間と出会う。で、旅をする。で、映画を撮るっていう、その3個のことはシェアしてるんですよ。もう、共有の夢として。で、まあ、10万人っていうのは、まあ、まだ1200人とかだけど、ツイッターが500人か。ふわっちは1200人で、まあ、夢に向かって頑張ってます。で映画はね、もう人生の終わりに1本撮れればいいやと思ってるから、自分の人生を集大成として、まあ多分なんだけど、自分の旅したりとかいろんな配信の思い出の録画を全部2時間にまとめようと思ってます。そういう映画ドキュメンタリーで撮ろうと思ってるね、自分の反省を。でまあなんだ、あと旅は直近のこれから叶える目標ですよ。うん、世界を旅する旅人になるっていう。ふわっちのケーキあげるよ。ふわっちのケーキ。ふわっち、ああ、そっか、誕生日、あれか。誕生日アイテムがあるのか、ふわっちって。忘れてた、忘れてた。なんかあるんだよね。あれ、いくらすんだろう。プレミアムアイテムかな。忘れてた。3500円なんだ。一番高いアイテムなんだね。あ、知らなかった。そっか、そっか。そうだ、誕生日の時は特別なイベント打てるのか。そっか、そっか。うん、旅はね、旅はほんと頑張っていかないとね。今川さんフォロワー何人だろう、見てみようか。うお、すげえな、3300。ちょ、うるさいうるさい。3321人。ほう、すごいすごいね、さすがだね。1000人超えたら有料動画販売できるから、有料動画販売しても全然やればいいのに。俺 YouTube150 人ぐらいじゃなかったっけ。俺そんなに言ってないよね。いいな、YouTuber では大先輩ですね。なんかあれでしょ、四国かどっかに住んでる人だよね、今川さんって。確か。なんか地方の方に住んでるイメージがあった。どこだったっけな、四国だっけ、静岡だっけな。
一回話したことあるんだけどね、一回だけ。でも配信の幅が広がるから、俺本当に FX か株やろうかなって思ってるね。ゲーム配信とか、遊び系の配信をね、ちょっとやろうと思ってます、僕は。競馬配信とか。なんか、ちょっと配信の幅を広げて、なんかファン層を広げる何かをちょっと企画したいなと思って。まあね、旅行きながら FX とかかっこいいなとかも思うんだけど、なんか旅してるのに FX で金とかして帰れませんとかになったらシャレになんねえなとか思ってて シャレになんないじゃん。なんか実家がある人だったらさ、いくらでもさ、あ、金なくなったとかいいかもしんないけどさ、結構さ、北海道の知らない土地でさ、FX で金とかしてどうしようって笑えるよ。だちょっと旅の最中は危険かなとか思ってるんですけど、ちょっとまだ検討中ですね。どうなることやら。あれ、なんかさ、丸亀の竹本とさ、ランハゲが喧嘩してるって本当？なんか、噂に聞いたっつうか、どれ深夜食堂さんがなんか言ってたんだけど、なんかランハゲとね、竹本さんが結構バチバチに喧嘩してるって言ってて、それ知らないんだよね。で、結構本当に乗り込まれそうなんでしょ？わかんないけど、台本なのかどうなのか全くわかんないけど。え、本当にとか思って。ランハゲって喧嘩すんのかなと思ってさ。ちょっと不思議なんだよね、俺の中で。なんかシュートボクシングかなんかやってたんだよね、ランハゲって。噂によると。タッパもでかいのか。金梅さんと並んでる写真見ても。あ、結構でかいのか。俺小柄な人だと思ってたけど。金梅さんと同じぐらいか。結構がっしりしてんだ、じゃあ。喧嘩っていう喧嘩じゃない。竹本のいつもの悪ノリ。あ、あれか。あれね。はい、カエルさんはどつ？いつものやつね。あの痛いやつだ。竹本ほんとトークほんと伸びないよね。ほんとに竹本絶望的にさ、トーク伸びないよね。ランハゲ親父に殴られて金梅の家に帰って家出中。いくつだよ いくつだよ、ほんと家出とか。親父と喧嘩して家出って、年齢考えろや、ちょっとは。あ、ランさんっておっきいんだ。俺、ランハゲって小柄だと思ってた。俺ぐらいだと思ってた。で、ひょろいと思ってたら、ちゃんと見るとあれだね。金梅さんよりちょいでかいぐらいな感じするよね。身長でかいんだ。ランハゲは今日野田の家に泊まるらしい。あさってはロハコの家。マジで ロハコさんの家泊まんの？超暑いじゃん。激暑じゃん。それは面白いね。え、もともとどこの人だっけ？ランハゲって地方なんだっけ？俺東京だと思ってたんだけど、金梅さんとよく一緒にいたから、東京の人だと思ってたよ。違うの？地方の人なの？なんかこのスケジュールの組み方って地方の人の組み方なんだよね。闇将軍とかの組み方なんだよ。ランハゲって大手なんですか？ニコ生でも見たことない。ランハゲは特殊だよな。まあ、ふわっちは大手なんじゃないの？俺の4倍、5倍は閲覧あるわけだから、ふわっちで大手はいいと思うけど、あのね、ニコ生では微妙だったんだけど、あれにそっくりだと、ミズニアンにそっくりで、FC2 に行ったらブレイクしたタイプだね。FC2 でファン層を作って、ふわっちでもファン層を維持してるっていう。なんかちょっと特殊なんだよね、ランハゲって。長野か。長野なんだ。知らなかったな。じゃあ、まあ、そうなるよね。誰かとコラボしようって。まあ、ランハゲ知名度もあるし、キャリアも長いからな。で、コアなファン作ってるから、まあ、やりやすいだろうね。ベテラン勢でしょ。
中堅と大手。大手でいいと思うけどな、ランハゲは。どうなんだろう。ランハゲがふわっちで大手って言われなかったら結構微妙だと思うよ。え、そんな辛口なのって思う。うん。ふわっちは結構敷居が低いから、うん、がっつり大手なのって金映えさんと誰いる？金映え深夜町がっつり、まあ水にゃは大手だろうな。3倍目光ももう大手でしょ。まあランハゲ大手だろう。だってリスワン8000人取ってるんだもん。これで大手じゃないの。ワドも止めてあげたら、あ、全然いいよ。あの飯食うとか、なんか、絡むのは全然。ただまあ、向こうが嫌でしょう。実力が下の生主と絡むのは。多分、閲覧持ってない人と絡みたくないっていうのはあると思うから、俺は全然、あの、和道と一緒に飯食うとか、コラボとか言われたら全然ウェルカムだけど、会ったことないから、全然ウェルカムだよ。佐野さんを泣かした武勇伝が面白い。誰の？誰が泣かしたの？佐野智則を。あの伝説の配信者、佐野智則よ。ハゲはニコ生でも知名度あった。え、何万、え、どれくらいだったコミュ。知名度はあったけど、俺、なんか、金映えさんの金魚の糞のイメージがあって、で、ピンの放送、閲覧が少なかったイメージがあるの。アクティブ50、100いってないんだよ。で、知名度はあったと思うんだよ。ただ、閲覧そんな稼いでるイメージなかった。もちろん、過疎とは言えないよ。中堅ぐらいは稼いでるよ。だけど、なんだろう。知名度はあって、人気がないタイプだと思ってたら、FC2 行ったら300、400とか安定してて。ランハゲがウナを蹴って泣かせた？マジで？うん。まあ、金梅ファミリーの一番弟子でしょ。え？金梅ファミリーの、何？兄弟子なんじゃないの？違うの？あ、喧嘩突者だったんだ。あ、知らなかった、知らなかった、全然。初めてだわ、それ聞いたの。うん。へえ、だから、え、ランハゲ、金梅さんの弟子の系譜って、ランハゲで一番下にヒカルくんがいて、で、その間に野田とか、橋本くん、え、ランハゲ、橋本、野田、ヒカルの順番、この4人の弟子。高谷さん、こんばんは。これで合ってるかな、序列。一番上がランハゲでしょ。多分一番可愛がってたのが、昔から。そんなイメージあんな。うん。まあ、こってこての金梅ファミリーだよね。暗黒とかと絡んでんの見たことないもんな。やっちょ？やっちょうでしょ。やっちょが大手じゃないっていうのはさすがに無理があるよ。俺がさ、やっちょは大手じゃねえよって言ったらさ、台本臭いでしょ。うん、絶対大手でしょ。風船10個ありがとう。ハチさん、風船10個ありがとう。あざーす。あざまーす。もうじゃんじゃん稼ぎたいから俺。生活保護の、もうじゃんじゃん稼ぎたいから。もうじゃんじゃんアイテムください。じゃんじゃんください、もう。リミッター解除していいよ、本当に。うん、もう全財産俺に投げていいよ、本当に。俺は億万長者になるよ、本当、配信者で。うん、ねえ、生活保護がなくなったんだからさ、もう伝説作ろうぜ、みんなで一緒に。みんなで一緒に伝説作ろう。はい、カエルさん、パフェプレゼントありがとう。パフェありがとう。風船ありがとう、ハッチ。パッ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 パーフェありがとうございます。パフェありがとう。やっちょは大手だね。和道さんもそのうち大手に入れそうな感じ。どうだろうな。狙ってるけどね。狙ってるけど、俺は旅配信で変わると思ってる。正直ね、旅はね、絶対うまくいくよ。で、ガラッと変わる。なんでかっていうと、旅配信って登竜門なんだよ。最大の登竜門で、旅配信やって大手になれなかったやつ俺見たことない。これね、なんでかっていうと分析、俺の分析だと、やっぱりね、嫌い好きとかじゃなくて、有名な人がさ、
配信が好きな人で自分の地元に来てくれたら嬉しいっていうのあるんだよ。だからその人の配信ついつい思い入れができるっていう思い出補正がプラスされるから、だから地方のリスナーガーッとこう来るんだと思うよ。まあ知名度はあるだろうね、俺は。のんたん、ハートありがとう。ゴルゴ、風船ありがとう。ハートラッシュありがとう。風船ラッシュありがとう。パッ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 パフェありがとうございます。ハチパフェありがとう。ハートプレゼントありがとうございます。パフェありがとうございます。パフェありがとう。ハチパフェありがとう。のんたんハートありがとう。大阪行く行く、日本全国もある。日本全国もあるから、日本本当に全国もある。がっつり行くよ俺は。にゃんこさんいらっしゃい。ワード2、重大発表ですね。生主を始めて3年と8ヶ月、生活保護歴はなんと4年、生活保護抜けました。ありがとうございます。みんなのおかげで、本当にみんなのおかげで僕の人生を変えてくれました、みんなが。風船ありがとう、のんた。パルパルはもう話もしたくないかな、なんか。あいつは全然ダメ。なんか、いくら閲覧稼ごうが、かっこいいと思うところが一つもない。金沢ってどこだ？金沢、まあ、日本全国の都道府県は全部回るよ。全部回るけど、まあ、なんつうの？リスナーさんに車で送ってもらったりとかするだろうから、飛ばしちゃう可能性とかがあるから、近くに、ここのスポットおすすめだよとか言ってくんないと逃しちゃう可能性があるから、だからみんな地元のさ、美味しいお店とかディープスポットメモっといてよ。もうみんなのラジコンだから、人間ドローンだから。凸待ちは常にします。はい、凸待ちは常にして、限定グッズを引っ提げていけますんで、楽しみにしててください。限定グッズを、夢叶えるよ。ありがとうにゃんこ。風船ありがとうございます。女子とつまち大丈夫。それは、のんたんに言う。ちゃんと話す。ちゃんと話す。のんたんはダメって言うし、ぶっ殺すって言うけど、人生で一回あるかないかのさ、一回しか会えないかもしんないんだよ。で、別に俺は浮気とか恋愛とか、パコるとか、もう正直そんな年齢じゃないし、そんなかっこ悪い、ダセいことやりたくないし。だけど、女の人だからって言って、リア雑禁止っていうのは、なんかバカバカしいから。俺はのんたんのこと愛してるし、本当なんか手出すとかくだらないことやんないから。逆に、浮気なんてもんは隠していくらでもできるもんなんだよ。俺はそういうことができないからアスメなんだよ。そういうことができないから和道なんだよ。だから俺は堂々と生きたいから。だって女のファンが一人もいませんっていう配信者おかしいでしょ。俺はだから OK もちろん取るよ。ないと旅する意味がねえもん。それは言う。ていうか、俺はゆっくりゆっくりね、よく話すよね、俺、のんたん。のんたん？よく話すよね。だから、女の人のファンもいるから、チャンス半分にしたくないんだよって話すよね。でも、のんたん減らっちゃうから、あんまりしなくていい。いいよ、別に。後ろめたい生き方してないから大丈夫だよ。4人禁止ですよね。それは別に俺の口から言ったことはないよ。ただ、俺にリアトするときは、のんたんに刺される覚悟で来いって言ってるだけだよ。なんで刺されなきゃいけないんだっていう話だけど。いや、芸の肥やしとかじゃないんだって。俺はちょっかい出す気なんかないから、女に。そういうの嫌いなんだよ。疑われるのも嫌いだし。のんたんがいるときね、のんたんもくっついて回ればいいじゃんって言ってんだけど。まあ、全然、まあ、でも、あれだよ。まあ、あれだよ。女の家に泊まるとか絶対しないから。絶対ない。グッズ売るだけ。サインするだけ。刺されるのは困るのでやめときます。だから、そういうのが、モチベーションが下がるの、俺、大嫌いなの。俺は配信で本気でプロ目指してて、トップ狙ってるんだよ。そのトップの足を引っ張るようなことっていうのは、俺にとっては害悪でしかないの。
だって一流の男になって、野球選手、一流のプロ選手になるってコミットメントしてる男、宣言してる男の女が、女のファンでキー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 、そういう小さいことで俺は、ノンタに、もうそういう小さい考え方やめてほしい。世界一の配信者の女なんだっていう自覚を持ってほしい。じゃないと俺がいつまでもこんなところでくすぶっちゃうのは嫌だよ。俺のことどん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 上に上げる女じゃないとダメ。グッズ売ってサインもらって写真撮ってさよなら。そうだね。まあ3分ぐらいだね。ありがとうございます。怒りの満足固めさん、本当嬉しいです。ありがとうございます。初見さん、ありがとうございます。長かったね。不動産屋とか電話しないとな。家賃の支払いいつなんだろう。契約書とか見直さないと。いろいろ変わるぜ、環境が。食ってかねえとな。がっつり稼がないと。もう制限なんてないんだから。気にしなくていいんだから。男なんだから。俺は30代攻めるよ。32歳。配信にどっぷり浸かろうと思ってるよ。3年間は下積みだったと思って。頑張れよ。ありがとう。弁当取れたんだよ。そうそう。だから配信で食えるようになったことと、まあ、最愛ののんたんっていうパートナーと出会ったことと、あと執行猶予が執行猶予終わったのんたんと出会った、生活保護抜けた、配信で食えるようになったって、4つもなんかでかいチェンジがあったわけだよ、ここ最近で。俺はそのなんていうの、それこそまとわりついてたさ、自分のまとわりついてた、なんだろう、トラウマじゃないけど、なんて言うんだろうね、こういうの、カルマっていうのかな、カルマみたいなものがガーって、運命みたいな、悪い運命みたいなものがガーってしがみついてたんだけど、それがパーって消えてったよね。ワドを飛べますよ、飛べます、フライハイだよ。うん、飲んだんだ、結婚してよ。ユノさんいらっしゃい。いいね。 R2D2 だっけこれ、 C3PO だっけこっち、 R2D2 かな。俺あのスターウォーズ見てないからわかんないんだけど、可愛いよねこれ。あの俺ディズニーランド、父親と母親はディズニーランドの新入社員で出会って、でそっから社員やってたから、あのスターウォーズってスターツアーズか、これこれこれでね、 R2D2 がね操縦してくれるんですよ。で R2D2 好き、ありがとう、うん、めでたいこと続きだね、人生うまくいきすぎだね、うん、ほんとびっくりだよ。まあ、俺のリスナーさんは生活保護をね受けて苦しんでる人もいっぱいいるからさ、なんかこう一個の一個、まあ光はおいおん、席入れてないですよね、席入れてないよ、一個ね、なんか光をこう置いていくことはできたかなと思ってる。やればできるっていう。風船プレゼントありがとう、ゴルゴ、風船ありがとう。気合でどうにかなるっていうね。風船ありがとう。新しいフォロワーさん結構増えてるんで、紹介します。アルファさん、パクボーさん、ニャミリさん、ニラタマちゃんさん、ヤリ太郎さん、ニコッシーさん、フォローありがとう。なんか寝てる間に増えてるね。なんか最近ね、あの放送しないと人増えなかったのに、逆で放送しない間にも人が増えたりしてるから、ちょっと不思議なんだよね、不思議。じゃあ今日はめでたい日だから、のんたんどっか遊び行こうちょこっと、どこ行こうか、カラオケとかじゃなくてね、どうしようかな、何しようか、ちょっとお散歩しよう、外。
のんたんと一緒に歩きたい。いい日だから今日は。お腹すいた？じゃあご飯食べよう。用意して。準備して。あと15分で終わりにするから、一回飯休憩入れる。でもう一回夜やろう。でもまあいい意味でリスナーさんのことを裏切ってきたんじゃないの？一生生ポだよお前なんてって言われたし、お前なんて配信で食えねえよって言われてたし、全部いい意味で期待裏切ってきたよ。胸張れますよ。あとはあれだな、でっかいこの配信で億万長者になるっていう夢叶えねえとな。ぶち上げちゃったかんな。 ぶち上げちゃったかんね。俺はでも言ったら絶対やるから、絶対やるから。俺が言ったことで叶えなかったこともやらなかったことも一回もないでしょ。全部やってきたから。いつからやるの？まあどうしようかな。とりあえずみんなにね、早く発表したかったから、感謝のね、気持ち伝えたかったからすぐ枠開いたけど、本当は30分やってご飯食べてそれから考えようと思ってたんだけど、わかんない、いつからやるか。だから残り13分楽しんで、もしかしたらそのまま寝ちゃうかもしんないし、明日も仕事だから。話はって悪いんだけど、和道さんの偽アカウントあるじゃん、ツイッターの。ほうほう。そいつが昨日他の配信者の枠で FC2 貼ったりして鬱陶しかった。それね、もうブロックしていいよ。あ、ブロックするっていうか、他の人の枠のところで、あれしていいよ。通報。このアカウントは、人の肖像権侵害してるし、警察、もう刑法に当たる行為をやってるっていうことで、ガンガン通報してみんなで。そいつ見つけたら。そいつの URL ある？ガンガン通報して。ガンガン通報。もうふわっちから IP ブロックされるから、そうしたら。IP ブロックしてくださいってみんな書いて。もうね、さすがにね、しつこすぎる。こいつでしょ？こいつの通報みんなよろしく。もうしつこすぎる、こいつ。ふわっちはあんまりひどいと運営さんが IP バーンしてくれるから、俺一人だとさ、なかなか動けないんだよ。動いてもらえないんだよ。配信者だから自分のこと悪口書かれてるから嫌なんでしょうって。もう、これ完全に、ストーカーじゃん。完全に。だからみんな本当にブロック入れて、通報して運営さんに。もう不快ですと。で、和道さんももう嫌だって言ってるし、もうはっきり言って、なんだ、肖像権も侵害してるし、名誉毀損だしって。これでしょ？偽ツイッターも、この、いや、ふわっちからいなくなればいいから。通報してやめなさいって返信しといた。他の配信者の枠にまで行ってくすることじゃないよね。その配信者も困ってたよ。ほんと腹立つ。ありがとね、あやか。でもね、もうこいつずっとしつこいから。そうそう。もう全然、あれですよ。ガンガンやっちゃってください。にゃいらっしゃい。ちょっと協力して、みんなも。俺一人の力だとね、やっぱり動いてもらえないけど、やっぱりそういうふうに思ってる人がいっぱいいると、運営さんも対処してくれるから。で、できればね、ツイッターの DM、ふわっちの運営さんにも送ってもらいたい。もう、ひどいって。リスナーとして許せないって言ってもらえるとありがたい。もう、切りないからさ、ネットの世界だと。ウォンタさんはどっち？もうそれしかできないんでしょ？だから悔しいんだよ、多分。まあ、2チャンネルで書いてろって話だから。ああ、いいよいいよ、ニャ。生活保護抜けました。ありがとうございます。みんなのおかげでね、生活保護抜けることができました。ありがとう。通報の数で動くだろうね。スクショしてから上に送る。ああ、ありがとう。もうガンガン通報して。もう頭、もうこいつのこと考えるだけでもさ、もう嫌になるから。俺も通報もしてるけど、なかなか動いてもらえないんだよ。はい、ゴンタバタツ。おめでとう、ありがとう。頑張るね、これからも。これからもよろしくね。頑張るよ。もう構ってもらいたくてしょうがないんでしょう、多分。暇なんだよ。
結局ね、これみんな覚えといた方がいいよ。人の足引っ張るやつってどんなやつかっていうと、一番下にいるやつだから。上にいるやつは引っ張る必要ないでしょ、足を。下にいる人間ほど、底辺ほど人の足引っ張るの。羨ましい、羨ましいって。俺はそんなの相手にするつもりないから。おめでとう、ゴンタありがとう。通報完了、ユラさんありがとう。そう。でも結構最近配信者に言われるね。なんか偽物ひどいよとか言って。で、通報内容にバッチリ内容書いて、こういうことをやってるっていうの。こういうことをやってて、もう完全にこれ刑事事件に対象だから IP ブロックしてくださいってはっきり書いて。不快ですって。ふわっちはせっかく健全なサイトなんだからさ、もったいないじゃん。あ、ありがとう、ハチ。もう1件だけじゃなくて2件3件でやった、本当に。ありがとう、あやか。あやかから花火いただきました。あやか、ありがとう。あざっす。ありがとうございます。ふわっちはだけど、その荒れないのはね、そういう荒らし系の、リスナーも配信者も IP ブロックするから、もう関われないように作ってんだよ。健全なサイト目指してるから。すごいよ、やっぱり。ねえ、いいね。これから楽しみだよね。今日はなんかね、のんたんは手作りのね、餃子の皮に野菜と肉を包んだ揚げ餃子みたいな。餃子ではないらしいんだけど、餃子の皮で野菜を包んだ何かを作ってくれてます。初見さんいらっしゃい。シロさんいらっしゃい。IP ブロックいいよね。徹底的にしてほしいよね。何して遊ぼっかな、のんちゃんと。ちょっと出かけるわ。配信するかどうか分かんないけど、のんちゃんと2人でね、出かけたいっすね。今日はいい日だよ。でもね、ほんと大変だったんだよ、生活保護抜けんの。初コメありがとう。パイリアの頃から見てました。結構古いね。浅井さんの回だ。キララさんコメントありがとう。嬉しいです。もしよかったらフォローもしてもらえると嬉しいです。パイリアの回面白かったよね。シナモンシュガーガンガンかけられたから。今日ね、浅井さん来たんだけど、朝のね、6時、7時ぐらいか、6時か7時に来て、で、すまんって、もう朝方は無理だわっつって、眠いっつって帰ってもらったけど、日曜日の夜来てってお願いした。贅沢ビデオはどっち？そんなに朝早く来るんだ。いや、朝5時とかに来る時もあるよ。だけど、もう近所迷惑なんだよ、若干。ワトーさん！ワトーさん！ってもう絶叫するから。玄関の前で。ピポンピポン、ワトさん！浅井でーすって。カラオケじゃねえんだぞっていう。もうすぐわかるから。すぐわかる。あと、空き缶の音で浅井さんかどうかもわかるからね。想像できるでしょ。
めっちゃ想像できるでしょ。いやー、愉快だよな。浅井さん大好きだよ、ほんと。初見です。ロハコさんとキスしたのは暗黒の台本だったの。あのさ、それ本当に興味ある？もうさ、何年も前の話題じゃないですか、グリーンさん。あ、初見でコメントありがとね。でもさ、本当は関心ないでしょ？ もうさ、そんなさ、1年も2年も前の話さ、台本だったかどうかなんてさ、どうでもよくない？ まあ、じゃあ、初めてなんで、あれだから言っときますけど、僕、台本とかないっすよ、配信者に。いろんな人とコラボしてきたけど、台本渡されたのはゴロリさんの企画だけだね。リアルのかっちりした台本。何時何分集合。緑さんを中心に相撲大会を行うみたいな。すげえな、この人みたいな。電通博報堂みたいな人だなと思って。もう綺麗な台本で、綺麗すぎて笑ったもん。雨天の場合、こちらに移動とか言って。アンチから通報があった場合、スタッフは速やかに対処をする。まだ1年と1月しか経ってない。何が？ああ、そんな前、そんなもんなの？ロハコ事件で1年前なんだ。いや、ロハコ事件は笑うよ。あれは腹抱えて笑うよ。俺も面白かったもん。ずっとロバってんだもん、みどりさん。もう卑怯だよ、あれ。ずーっとロバってたからね。汚ねえよ、ゴロリとみどりさん。顔さらせやと思って。ゴロリさんずっと爆笑してるからね。じゃあ、可愛い紅葉はね、流行語大賞取れるってみんなに言われてたのに、次の日に、ここは僕んちだぞーが出ちゃったからね。次の日に六角さんに持ってかれたからね、流行語大賞。ちょっと待ってろ。今、すごい力が出てくるから。残り時間って何だろう。残り2分だよ。今日配信わかんない。とりあえず一旦終わりにします。残り2分です。一旦閉めます。ということで、皆さん、生活保護1月1日で、抜けることができました。ありがとうございました。これからがっつり稼いでね、生活保護を受けて多分一番大金持ちになったのは、ハリー・ポッターの作者が一番有名なんですけど、それくらいね、生活保護の人でも頑張ったら億万長者になれるんだっていうことを証明したいと思います。障害者でも生活保護でも前科者でもね、何でも気合で人生どうにかなるんだっていうのを配信で見せつけていきますので、ぜひご協力お願いします。にゃみりさん、風船ありがとう。グリーンさん、ありがとね。もしよかったらフォローしてください。じゃあ、新しいフォロワーさんを紹介して最後にしたいと思います。新しいフォロワーさんを紹介します。今日新しいフォロワーさんですね。キララさん、フォローありがとう。サシゴロセブンさん、フォローありがとうございます。それでは皆さん、お疲れ様です。ありがとうございました。バーガープレゼントありがとう。お疲れ。お疲れ、お疲れ。前科3班ですね。前科3班です。お疲れ。アイテムたくさんありがとうございました。おつおつ、バーガープレゼントありがとう。コデイちゃん、おつ。ありがとね。ご飯食べます。ご飯食べて飲んだの、ちょっとゆっくりします。夜もしかしたら配信します。おつです。おつおつ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。